スコピオの方はですね、先にLP の前に EP が出た83年出たもので、それが今年の84年に確かのアルバム「ロータスの果実」っていうものに入っています。ちょっとハードロック調なナンバーで、私も非常に好きな曲ですね。硬いな、大丈夫硬いぞいちょっと砕かれてる感じ。そうね、大丈夫よ。でですね、付き合いに気をつけて、これはですね、その前のアルバム、ミントっていう83年に出たアルバムですね、がパールだな、うん、そのぐらいのアルバムに入ってる曲で、でちょっと先ほどお聴きいただいた通りですね、サビの部分ミスティームーンっていうのが、でうちのバンドはですねミスティームーンっていうバンドなんです。そうです、そこからいただいちゃいました。そこから拝借したっていう次第なんですよ。はい、で非常にね、この曲も難しい曲でね、なんですが、ちょっとこのバンド名を貸した以上やらないわけにいかない今後もちょっとねこれをやっていくっていう、まあ、バンドのね、うちらのねテーマ曲みたいなもの、そうですね、うん、